今日はチーク玩具をサラちゃんにやってもらいたいなと思います。チーク玩具のレベル1とレベル2を同時にやってみて、サラちゃんがどんな風にやるかを見てみたいと思います。こちらがレベル1です。で、フーノの方はこっから飛ばし飛ばしで1個ずつ入れて、真ん中にも入れてます。こちらがレベル2になるので、これを両方同時に置いて、サラちゃんがどんな風にするかを見てみたいと思います。サラちゃんお座りしてね。はい、よし、はい、よし、サラちゃん、はい、やってみて。サラちゃんもね、これもね、だいぶ慣れてきて、フードが出てきたら食べてっていう風な感じで、カリカリしながら回しながらフードを食べてます。サラちゃん、食べた？もう全部食べた？先輩の方終わり？今回はですね、このレベル3っていうのに挑戦してみたいなと思います。これちょっと難しいんですけど、ここのところのロックを外して、ここの引き出しを出してきてフードを食べるっていう風な感じになってるんですけど、これはねちょっと難しいと思います。中を開けたらこんな感じなんですけど、今ここの骨のマークのところがこういう風にはまってたら、ここは引き出しが開きます。で、ここにフードを入れて閉じて、ここをロックするんですね。こういうふうな感じで、こうロックを外さないとここが出てこないというふうになってるので、ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、まず引き出しを開けて取るところから練習していきたいなと思います。それではサラちゃんに挑戦してもらいたいと思います。じゃあサラちゃん頑張って。あ、引き出しはすぐにね、こうカリカリするの慣れてるんで、引き出しはもうあっという間に開けることができますね。サラちゃんね、引き出しをね、開けることは全部できましたね。ちょっと次はロックをかけてできるかどうかをやってみたいと思います。はい、次はロックをかけたので、引き出しが先ほどみたいに簡単には開かないです。で、上のロックを外さないと開かないようになってるんで、サラちゃんね、ちょっとロックの方を外すことを練習していかないといけないですね。でね、ここのねロックが、ここだけがちょっとサラちゃん先ほどねちょっと外すことができたんで、引き出し負けれたんですけど、ちょっとなかなかねロックを外すっていうのが難しいかもしれないですね。サラちゃん、これほら、これ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 、うん、じゃないよ。サラちゃんほら、これこれこれしないと、ほらこれほら、ここ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 して、ここ、もうちょっとこれは練習が必要やね、サラちゃんね。またこれはねちょっと練習してね、できるようになったら動画にアップしたいと思います。ねえサラちゃん、難しいねこれ。匂いするけど食べれないもんね。取れなくてホリホリしてます。サラちゃん、こう言っても出てこないよ。
ちゃんと自分で外さないと、これこうやってほら、ここ外さないと、ほら、ここ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 、